あ、こんにちは。鎌倉さんですか？鎌倉です。聞くところによると、はい。お年は61です。61歳。はい。なんかフルマラソンを連続サブスリーをされてるという伺ったんですけど。あ、はい、そうです。何回連続？一応この間の北海道マラソンで9レース連続サブスリーを。9レース連続。はい。失礼します、もう一回お年を。61です。本当リラックスして走られてるんですね。そうですね、月400を目指すことを目標にして、はい、てるんで月400キロ、6分半ぐらいで6分半ぐらいのペースで、それでも速くなるもんですか？自分はそれでずっとやってきたんで、はい。じゃあレースでしっかり全力を出して走れば、はい、もうそれが一番の最高の練習だと思いますので。ああ、なるほど。僕は何か秘密があると思うんですよ。いえいえ、何もないです。ちょっとお宅にお邪魔してよろしいですか？はい、じゃあどうぞ。あ、こちらが鎌倉さんの。はい、散らかってますけど、はいはい、どうぞ。お、もう、すごいですね、もう捨てらんなくて、なかなか。あ、はい、これは今話題の靴です。そう、買っちゃいました。この間の MEGC を見て、はいはいはい、思わずもう。みんな履いてましたもんね。はい、履いてましたね。ぜひこれで埼玉国際でこれを履いて自己ベスト出したいと思います。どうぞ。もう本当汚いところで申し訳ないです。鎌倉さんの秘密のはいアジトに。あ、ん、おお。50代の時はなかなか入賞する機会は少なかったんですけども、はい、60になってから、まあ、年代別で、へー、こういうふうに表彰台に乗せていただく機会が増えました。普段のメイン練習っていうのは内容的にはまあ通勤ラン。通勤ラン、はい、通勤ランはどんな入れ立ちで？あ、一応もうこんな格好で電車に乗って。あ、そうなんですか。で、あ、まあ、朝と夜、朝が6キロ、はい、で夜が11キロ。11キロ、ね、一応これが、まあ、リュックで、これリュックの中に、はいはいはい、一応月曜日と月曜日にこのズボンとワイシャツ、はい、で火曜日はもうずっとこれを会社に置きっぱなしです。あ、会社に置きっぱなし、はい、でもう1週間これ切って切っぱなしです。12、3年前の写真だと思います。何キロぐらい、これで。これで75ぐらいだと思います。75キロで、さらにこれから5キロぐらい太っても、82キロまで太りました。今は63、4キロぐらいですね。そうですか。ちょっと顔の横にそれ掲げてもらえます？その写真。はあ、締まりましたね。ありがとうございます。右の腰が、はい、やっぱもう春からちょっと痛くて。あ、そうですか。なかなか抜けなくて、で腰はここですね。椅子にずっと座り続けると、で立った時がもう激痛です。あ、そう。いや、安心しました。はい、どんな超人かと思ったんですけども。痛いとこは痛いですね。あ、そうですね、はい。なんか本当は秘密あるでしょ。いや、秘密と言っても秘密なのかちょっとあれですけど、みんな普通にやられてることだと思うんですけども、まあ、腹筋を。腹筋、はい、まあ普通に、よし、
ケツの皮が、あの、これしかないと剥けちゃうんで。はい。一応これで。まあ、ゆっくり。寝る前に200回です。200回。はい。そんなにその足の位置からしても、はい、強い負荷がかかってる感じでもないですよね。ね、はい、うん、あの腰痛めないように。ああの一番は何ですか？続けることですか？まあそうですね。ただあの走るのが好きだっていうことだと思います。おじいちゃんばあちゃんの入り口ですもんね、60ったらね。自分は何なんだろうなと思います。まあもう青春の真っ只中ですね。今の最大の目標は何でしょうか？12月の埼玉国際マラソンで2時間55分を切って年代別優勝を狙います。